10月の韓流プライム。月曜から金曜の午後3時は、実在した天才絵師の生涯をフィクションで描く風の絵師、9日いよいよ最終回。そして12日からは、数奇な運命が導く愛と友情と戦いの物語、チャクペ相棒がスタート。月曜から金曜の夜11時は、パクシニャン、イドンゴンが豪華共演の大ヒットドラマ、パリの恋人、9日ついに最終回。12日からはイスンギ主演、若者たちの愛と青春、成長を描いた名作ドラマ、華麗なる遺産がスタート。月曜から金曜の深夜0時15分は、クールなのにコミカルなコンユの魅力が満載、コーヒープリンス1号店6日最終回。そして7日からはチャンドンゴン主演、韓国ドラマ史に残る爆発的人気ドラマ、イブのすべてがスタート。土曜夜11時はハジウォン主演、芸術に生きた一人の女性の壮大な一代記、ファンジに3日土曜最終回。そして10日からはチャン・グンソクが国宝級のイケメンを演じる綺麗な男がスタート。日曜夜11時は脚本と演出が見どころのオムニバス、 KBS ドラマスペシャル2019 11日最終回。 DATV は毎日韓国ドラマを放送中。